詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネルおはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルの平平です。このチャンネルは詩吟歴20年以上準師範の資格を持っていて全国大会の優勝経験もある私平平による詩吟というとってもマイナーな日本の伝統芸能のその魅力をわかりやすくお伝えしていくチャンネルにしております。 ということでですね、えー、今日は、まあ、初心者向けの内容ということでいきたいと思います。ズバリですね、あなたの本数を決めましょうという内容でいきます。本数ってなんだよっていうところからまずツッコミが入ると思うんですけれども、詩吟というものはですね、あの歌で言うような原曲キーというもの、このキーの高さですね、これが 絶対これでないといけないというものがないんですね。相対的な高さでやることが許されている、認められている、えー、まあ、歌う文化ということになっております。そのキーの高さのことを本数。本っていうのはブックの本ですね。で、数、本数と呼びます。まあ、1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本ということで、えー、数字が高くなるにつれてキーが上がっていくということになります。 <laughs> 詩吟自体はですね、えー、これまでも何度かお伝えしていますが陰音階と呼ばれる、えー、こういう音階ですねこういう音階を使うわけなんですけれどもそれをどういう高さでやっていくのか。 こういういろんな高さがあるので、えー、まあ正直自由にやっていただいていいんですけれども、であればですね、やはり何も知らない人は、じゃあ自分はどの高さで、どの本数でやればいいのかよくわかんないよと、いうことになってしまいますので、まああの一番、 王道な高さ、標準と言われる高さを、えー、僕の方からご紹介したいと思います。そこでですね、それを聞きながら、じゃあ自分はこの本数がいいのかなということを一つ決めていただく、えー、そういうきっかけになれば幸いです。<coughs> ではですね、あの本数、まあ、主に1本から9本ぐらいまであるわけなんですけれども、まず男性から行きましょう。男性。男性の声がまあ低めな方。 高い声は出ないよ。っていうような方、この方はですね。1本という高さがいいです。この高さになりますね。あ、間違えた。これじゃない。<laughs> これですね。で、次にですね。まあ声がそれなりに出るよ。っていう高めの人は3本の高さをやってみてください。 僕も通常はこの高さもしくは4本の高さで吟じています。そして女性はですね、女性は声が低めな方であれば6本をおすすめします。 そして声がしっかり出るよとかまだまだ若いよっていうようなま女性ですいやこれはちょっと良くないな <laughs> え声がちゃんと出るよっていう女性は高めの女性はですね8本、えー、このキーでやることをおすすめしますね <laughs> ということで え、4つご紹介しました。まあ、こういう風に音で聞いてもですね、なかなかわかりにくいんで、まあ、自分の声も合わせて改めて紹介していきます。では、まず、声低めの男性ということで、1本から。たたでは、次に、声が高めの男性3本ですね。

ことで、えー、紹介しました。実際にですね、これが死銀であるとどんな感じになるのか、その方が分かりやすいと思いますんで、まあ、1本と8本、えー、それで吟じていきたいと思います。まあ、出だしの方だけですね、弁声粛々夜川を渡る。この夜川を渡るのところで、大ゆりと呼ばれる一番高い音が出てきます。ここをやった時にですね、まあ、頑張ってやれば出るかなというところが、まあ、 それぐらいの高さにした方がいいです余裕持って出るとですねあまり必死な銀が伝わってこないのでえー、あまりおすすめはしませんちょっと頑張って出るぐらいがいいのかなと思いますでは一本ですね分粋粛々夜川を たるーえー、こんな感じですねもうだいぶ余裕ですね <laughs> こんなんだとちょっとあんまり僕にとっては良くないということになりますじゃあ8本ですね8本女性はこれぐらいのキーでやる方が華やかでいいかなと思います「弁声

多分若干音下がっちゃったかもしれないですけど、えー、こういう、これぐらいの高さになります。ま、ああの、音だけで聞く場合、声で聞いた場合、そして銀じている時を聞いた場合で、まあ、受ける印象は変わってくるかなと思います。ま、あ最終的にはこの銀の状態でですね、私にはどの本数が合っているのだろうと、そういうところを まあ考えてみてですね。まずは決める。今日は調子悪いから下げようとか、今日は調子いいから上げようとかじゃなくてですね。自分はこれで行くんだ。そしてしばらく鍛えたらさらにもう一個上げていくんだ、えー。そういうふうな、よりストイックな姿勢をやっていくとですね。まあ死銀をやっていく上では、あ、いいのかなと思います。まあだいぶあの、 詩吟をやろうと思っている初心者向けの内容ということでマニアックな内容になってしまいましたけれども今日はあなたの本数を決めましょうということで、えー、4つご紹介しました声が低めな男性であれば1本まあ声が高めの男性なら3本、えー、声の低めの女性なら6本声が高めの女性なら8本ということでご紹介しましたちなみに僕は声代わりしたての時は水1本ということで1本のさらに2つ下 一つしたかなで、<laughs> 声変わりする前はテンションが舞い上がっちゃった時は11本ですね。え <laughs>、やったことがあります。まあ結構本数は自由なんですけれども、8本とか3本とか、あ、それぐらいの まあ聞きやすいキーっていうのはですね、やはりありますので、そこを基準にして選ばれるのが良いのかなと思います。<laughs> だいぶマニアックな内容になってしまいましたけれども、今回は以上となります。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。今日は以上です。ありがとうございました。バイバイ。